スノーマンの最新シングル初日売上90.3万枚を記録前作の初週売上枚数を上回る。スノーマンの最新シングル、ラブトリガー、ウィール・ゴー・トゥギャザーが14日発表のオリコン・デイリー・シングルランキングで1位を獲得しました。画像、スノーマン・メグロレンさんスノーマンにとって10枚目のシングルとなる、ラブトリガー、ウィール・ゴー・トギャザーは発売初日に90.3万枚を売り上げ、1位を獲得。 前作、デンジャーホリックの初週売り上げ86.9万枚を初日売り上げで上回りました。オリコン調べ、2024年2月13日付。1、2023年9月18日付、オリコン週間シングルランキングにおいて初週売り上げ86.9万枚で初登場1位に、今年度は、2023年12月25日付、よりスタートをクレジット、オリコン調べ、 2024年2月13日付。